西岡ふったりバレエ団の、昨年のですね、旗揚げ公演くるみ割り人形全幕の時から、アドバイザーとして関わらせていただいている清水健太です。今回はですね、ドン・キホーテ全幕ということで、昨年アドバイザーとして、陽子さんと健吾から、オファーをいただいた時にすごく楽しみで、実際初日のリハーサルでダンサーたちと出会った時にすごく衝撃を受けたのを覚えてます。個々の個性はもちろんすごく素晴らしいんですけれども、なんかこう育ってきた環境が違うダンサーたちが、その時僕が出会った時点で同じ方向をちゃんと向いていたなというのが第一印象で、でなかなかそれって難しいと思うんですよ。でもなんかみんながこう一つのものを作り上げるっていう思いがすごく強いのが伝わってきて、でクラス指導リハーサル指導してる時も小さなコレクション小さな注意も一つもこう聞きの逃すことなくみんな集中してくれているので、毎日毎日がすごく楽しかったです。で今回、ドン・キホーテ全幕ではですね、なんとダンサーとしてエスパー大学をですね、任せていただいたので今リハーサル進行している最中ですが、くるみの時も思いましたけど、なんかそれぞれのダンサーが本当に光ってるなと。それでこれからまだ本番まで時間があるので、それぞれに目標をもっとたくさん見つけて、この作品を理解して自分のキャラクターを理解して、まあ、僕ももちろんそうですけど、それでなんかまたくるみの時とは違った団結力というかね、なんかそういったものがお客さんに届けばいいなと思います。